皆さんこんにちは、ダイタラです。プリンセスピーチショータイムやりましょうか。さて前回ね、2階の弟子忍者のね、探すやつ、を攻略しました。2階にいるね、全12体集め切ったわけなんですけど、まあ、ボスはまた今度ね。さあ今日はね、次に3階行きましょう。さあ1階コンプリート、2階コンプリート、続いて3回目です。結構ね、このコンプリート大作戦大変だと思うんですけど、完全クリア目指して今日も頑張っていきましょうか。はい、というわけで今日は3回は、カウガールとか、あ、これスーパーヒーローだっけ、今日初スーパーヒーローからかやっていきましょうか。じゃあ全部の、隠し忍者見つけよう。さて始まります、ミッション、なんとかクライシス始まるよ。よし、それでは行こうか。お、今一瞬映んなかった。助けてー、大変さらわれてる、助けなきゃちょっと待って、いきなりやめなよ、そんなとこに置くの。ねえ、あんた出てきなさいよ、あんた出てきなさいよ、早く。よし、見つかったでござる。よし、さあこんな感じでステージの壁になんか布を使って隠れている、それがね、忍者の弟子です。なんでその弟子くんをなんとか、うわー、頑張れ、よいしょい、探していきましょうか。気ぃつけや、ほんと。まあ、あの、壁をね、見ときゃなんとかなるので、壁見ときましょう。うわぁ、宇宙人侵略。宇宙人侵略。そい、あれだね。うわぁ、わぁ、トーピード見てた。うわぁ、道がー、よし。ないかな、大丈夫かな、見逃してない、大丈夫、よし。落ちる、あ、いた、落ちるの人の上。わかりづらい。よし、頑張れ、落ちろ。うい、見つかったでござる助けてやれよ、忍者。おい、助けたるよ、無理すんなよ。なあ、あ、宇宙人だ。ここにある、ここにある、ここにある。ねえ、グレープのとこに隠れてた。おい、もうあっさり終わったじゃねえか、1個目。よし。まあ、こんな感じでね、各ステージに分かりにくいんだけど、ねえ、ね、忍者が隠れてるので頑張って探していきましょうってストーリーです。よし、まあ、とりあえずねえクリアしよう。スーパーヒーロー剣山ってことで、ピーチ姫のね、スーパーヒーローです。ねえ、オーライ。スーパーヒーローピーチはこうやってパンチするのが楽しいよね。あの、リハーサルが激ムズだったのが覚えてる。まあ、とりあえずね、クリアしていきますわ。クリアしないとね、判定入らないんでね、なかなか結構きついっすよね。入るかな、判定。さあボス戦やろかね。こいつ、あの、ボス戦っていうか中ボスでもないんだろうけどね、こいつ。ウェーイ、感謝してくれ、みんな助かったよこいつ、タコ星人ちょっと可愛いよな。よいしょ、おれ逃げるな、よいしょ、まだ生きてる、高い、体力あるな、お前。ウィースーパーヒーローパンチ、ヒーローは全員救うんだ。ヒーローが空飛ぶのってあれかな、キラリスタのとこだけかな。空飛ぶボードなかったっけ、あったよな、確か。空飛びたいな、俺。スーパーヒーロー空飛びます、やっぱあったわ、空飛ぶやつ。空飛ぶやつやりたかった、イエイ、楽しいパンチ。やーい、ほら、空飛ぶおもろいんだ。ああ、やめろ、意外と操作むずい人間だけ救おう。ビーム打つな、ほら、トーピードみたいな痛みしやがてよ、あいつ。ほんとパラシュートで落ちていっても危なくない、大丈夫君ら。ウェーイ、痛い、結構ダメージ食らうんだけど、ほんと。ほらほら、大丈夫かみんな、私が来た。おっと危ない、結構捕まってるやつ多すぎる、捕まってるやつ多すぎるさあこれでボス戦か、でかすぎんだよな。あ、こいつか、ちっちゃいやつが待ってるんだ。おう、操作ガイドは読まないでいこう。パンチ、おう、じゃあこれは、これが持つのか。はい、おお、なんかわけわからんけど、とりあえず攻撃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 、
行ったれ。おら、だか分からんけどボタン押しまくれ。あ、勝ったわ。最後なんかよく分かんなかったけど勝った。操作ガイドちゃんと読んだ方がいい、こういうゲームは。はい、というわけで、スーパーヒーロー面白かったです。まあやり直しもできてとってもいいと思うんだけどね、これ。はい、というわけで忍者弟子隠れてるやつね、見事3体今回もゲットです。さあ今日の動画ではね、これの今3回いるんですけど、3回全部集めに行きましょう。次はカウガール。さあカウガール行こうか。さあこれカウガールの2面なんですけど、2面系ってなんかね、いつも隠れてる場所がね、すっげえ奥地にあったりとかしてね、えすげえ分かりにくいとこに あるイメージもあったわ、1個目。うん。2面ってほとんど馬じゃなかったっけ。これとんでもないよな、ほんといつも思うけど、街全部ぶっ壊れたよ、やりすぎだって。グレープ、危なかったね、忍者くん引かれなくてよかったね。来た、馬、馬ちゃん、馬姫来た、馬姫、馬姫またね。ちょっと今回一個やってみたいことがあって、そう、結局出たから全部見つけて脱出していいのかっていう判定が気になるので、見つけました、でやめるってやったらどうなるのか、ちょっと見てみていい？やめていいのかな？見つけてやめる。それだったらもう、俺、帰るんだけど。毎回。毎回、ちょっとなんか、ね、帰っていいかなって感じなんだけど、どうなんですか？これ。入ってないっす。クリアしましょう。すいませんでした。ちゃんとクリアします。さあ、一人目見つけた後からやり直しております。行きましょう。はい、馬乗りスタート。え、ここのステージってほとんど馬だった気すんだけど、途中まで行った馬降りるからそこでかな、また。とりあえずここのパートはおもろいんだけどね。よいしょ、飛ばして馬のところまで行きますか、降りるとこまで。さあどうやって行くんだっけ、このあと列車の上乗るのって。おええ、どうすんの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 、おーいドキドキする。よいしょ。これちょっとマジドキドキするよな。はいはい。止めてみなー。ちょっとさ、こっちに幅寄せしたら、ねえ、いいのにね。ジャンプー、うまー、ごめんよ、待ってろよ。ってことで、この後からだな。探索していきましょうか。見つけましたすげえとこいるな、逆に。危ないよ、ほんと。ねえ。とりあえず、いや上にいるぞー、だって、こう。めっちゃ狙ってくるやん、やつら。あ、危ない、危ない、シュ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 。撃てーって、何個あんねん、車両。ないよね、道中に。道中ないか、さすがに。一応壁見ながら走ってんだけど、俺。壁、めっちゃ見てるけど。止めて、この列車。よっ。カウガール来てくれたのか。隣町に衝突だぜ。止めてくれよ、オーケー。これ、後ろ戻った時にリボ払いおじさんいなかったっけ？いたいた。ないね、リボ払いおじさん。ないな、なんも。うい。あーい！潰れました。ピーチかわいいね。潰れたピーチもかわいいよ。ない。ない。なんだ。挑戦でぜ。ないよね。ここの壁に張り付いてて一緒に潰れないでよ。大丈夫？よし、順調。おい、ミルク、ミルク缶いた。ちょ、待って、急がな、急がな、まずい、急がな、まずい。反応が悪い、反応が悪い。見つかったでござる。お前とんでもないとこにいるな、ほんと。よしさ、なんとか見つけることができました。はい。おい、なんで最後の順番おかしいだろ、これ。えい、帰るか。さあ、あとはボスだけだな。ボスのとこまで行きましょう。さあ、馬もっかいクリア最後の馬です。馬多いな、馬パート。やっぱ全部壊してやるぜ。なんでこいつらこんな壊すんだろうな。グレープ、グレープの人たち、悲劇が大好き。グレープなんとかな。よいしょ。危ない！
怖い怖い怖い、果ても怖すぎるだろ。ほらこれで壊すんだよ確か。車輪壊せそう、車輪抜けそう、車輪ぶっ壊した。よし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 とんでもない走り方してるやめて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 、助けて助けて助けて、あー石が、石がやばいやばいやばい。これ前も食らった気する、石ばっか見てたら、いや後ろばっか見てたら石で当たるの危ない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 。ドカーン、はいクリア、ナイスー。またなんかあんの、おい、とんでもない横転のさせ方馬もびっくり。よし、カウガールパートもやっぱちょっとおもろかった。ピーチ大体おもろいんだよ意外と。なんか一個一個のコース毎回違うし、一個一個変身能力的なやつも違うしさ、飽きが切りくい、いいゲームだよね、うん、探偵の2周目だけの除く次なんだ。さあナイトメアパーティーにようこそってことなんで、これパティシエの2面ですね、行きましょうか。パティシエピーチかわいい、よし、行くぞ。ウェーイ、お菓子ちょうだい。ねえ、トリックはトリート。どうしようかな。トリートしちゃおうかな。お菓子あげちゃおうかな。ねえ。ちょ、待って、やばいやばい。俺、ちゃんと見てなかった、今、最初のところ。怪しい、怪しい。怪しい、おや、怪しいだよ。おいしい、怪しい、お菓子だよ。パティシエピーチが一番可愛くて、スケートのピーチが一番美しいと思う、うん、暴れんな暴れんな。だってないよね。おーい、こっちこっち、あ、待って、ここだ、わかりづらー。え、すごい、これピーチの姿もこうなってる、モザイクかかってんじゃん。やだ、見つかったでござる。おい、あっち行かない、ちょっと一旦探そう。お菓子食べるな、そんなに。止まってよー、おかしいだよー、おかしい、おかしいだよー。ん、なんかコントローラーめっちゃブルブル震えてる。あー、これ床のあれか、アピールのところか。特別なクッキーがあれば助けてよー。ダメだ、ちょっとステージ進めるか。これないよね、一個だけが。よし、みんなに元に戻したいんだよ。しゃあなしやぞ、ほんと。みんなここに向かってるんだよー。出た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 、ケーキ、ケーキ、クッキー作るゲーム来た。クッキーじゃなかった、これケーキ作るゲームだった。はい、うーん、めちゃめちゃクリーム多めよ、たっぷりクリームつきよ。ねえ、はい、てんてんてんてて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 てクリームもいっぱい添えとくわよ。ケーキをいいね、はい、マカロン挟むと良さそう。うるせえ、よし、ビチャビチャにしといてやるぜはい、あ、これ美味しそう。クリームやっぱ多めがいいもんな、みんな。よし、あ、ごめん、間違っちゃった。怒ってる怒ってる。美味しいだろそのままでも、飾りだけじゃねえだろケーキは。これクリアでいいじゃん。間に、全部間に入ってる。あ、ごめんごめんごめん。はい。あ、いいよいいよ。食べていいよ。食べな食べな。ステイステイステイ。え、バラ、まだやんのこれ。ねえ。顔く、顔く。顔ぐちゃってしちゃったけど。目隠ししときました。まあ、1個失敗したけどいいでしょ。あ、よかったよかった、ほとんどの人が戻る。もらえるのこれ。あ、2個目はダメなんだよ本来は。2個もらえたんだこれ。ちょ、他の子たちもちょっとなんとか助けつつね、え、逆さでええとな。これって違う、あ、違うか。意外とね、わからないんだよな、これ。ハロウィン中止なの？中止だよ、ハロウィンは。ハロウィンは潰れます。お、あったあったあった、ここにあった！よし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 。でもちょっと先進まないとないね、これ。
ちょっとゲームやって。オッケー、さあ2個目ゲット。もっと食べたいな。どうしようかな。あ、いた、たたたたたた、これ分かりづらい、分かりづらい。よし、ほい、おい、机の上に立つな。行儀悪いよ、そこクッキー置いてるとこよ、あんた。おい、作るの下手すぎひんか、お前。はい、さあ、あとはクリアするだけなんで、クリアしていきましょう。ハロウィンクッキーよー。おい、食べろ。逆にもらえていいな。俺も欲しい、もっと食べたい。もっと作っていこう。よいしょ。これは私が食べるからみんなにあげないよ。さて、クッキー作りゲームだね、これは。クッキー作りゲームっておもろいよな、結構。俺結構好きよ、クッキー作るの。楽しいよね。うん、食べな。おい、作らせてくれ、俺と一緒に。最高のケーキを。クッキーやった。これ食べろ。うい。無限クッキー編や、これが。うい。グレート、おい、うまいか。よいしょ。壊れる、壊れちゃう、壊れちゃう、壊れちゃう。よいしょ。そこの人たちもすぐ作ってあげるからね、俺が。えい、待て待て待て、あ、逃げるな。逃げてはないか。あ、壊れる、これ。壊れちゃった、大丈夫？壊れてないのか？時間守れた？もっと助けてあげたらよかったのかな、これって。あ、いっぱいいる。イエーイ。まあ、とりあえずクリアまで行こうぜ。もう最後なんだっけ。これが最後っぽいぞ。とびっきりのクッキーを作るんだ。任せ、いっぱい作ろう。みんな、あっちまでー。やば、敵ばっかだ。力を貸して、任せて。もう、爆発させようぜ、今回。あ、爆発しない。平和な世界やな、パティシーピーチ。ということで、見事クリアでした。ナイス。はい。ってことで、これで、クリアかな。残り1個なんだっけ？マーメイドだっけ？この回。マーメイドまだ1回、1面だから多分楽勝だね。よし、次行こう。さあ、メロディー・オブ・オーシャン。このステージはマーメイド・ピーチの1面です。行きましょう。3回最後のステージですね。お、1個見て。マーメイドの歌姫だよー。マーメイド・ピーチも、ねえ、やっぱ髪下ろしてるピーチ姫、普通なんだけど可愛いよね、それも。やっぱ、うい、見つかったでござる。なんでこれに使用させるんだよ。言ってステージ言って3周以上やってるからね、俺。もっとやってるかもしれない。いたいたいた。やっぱあれだな、各1面マジ簡単すぎて笑けるな、今思うと。普通に雑に走ってるだけでいいもんな、こうやって。あ、もうないか。亀の先か、じゃあ。今中、亀だぜ。亀さん、頑張って。ほら、歌いなさい。さまして。これ亀の先かな。歌声届けられたわ。亀さんが乗せてくれるってさ。ほんと、乗っけて。よいしょ。ありがとう、亀さん。亀さん乗った先が亀さんの道中かな。道中はないか、動いてるよ、確かずっと亀さん。この亀さんパートも思い出があるんですよ。なんかこれ、一瞬目じゃ気づかんかったやつ。この壁にあるこの貝全部光らせなきゃいけないっていう。ねえ。なかなかこれ気づかんかったな、ほんと最初。ねえ。まだ入れないの。全然ギャルズならんじゃねえ。お待ちください。主役不在。歌姫がいなきゃコンサート中止よ。ドバイ、まあ、私が歌ってあげよう。歌得意だから。ここのエリアに多分あるだろう、この辺に。 あった。
く一面はやっぱ分かりやすいね。でも一面もこれで全部終わっちゃった。もう簡単なものなんもないよっていうね。えもうここからは頑張って自力で攻略してって感じですね。よし、じゃあここもクリアしちゃいましょうか。さあマーメイドピーチね。え、まあ、マーメイドピーチの物語はマーメイドピーチが歌姫がいなくなった、じゃあ代わりにピーチ姫が歌ってよ、そうするとグレープの奴らが演奏隊の人たちをみんな誘拐して演奏隊の人たちを救って最後にコンサートして終わりだね。じゃあその最後のコンサートです。行きましょう。音ゲーです。まあ音ゲーは俺得意ではないですけど、このゲームの音ゲーはやっぱ優しいのでなんとかできそうです。イエーイ。まあやまやい、なんとかです。長押しマンボウ、終わりだっけこれで。まだった。うつぼくんよいしょ、というわけでクリアでした。このやっぱ背景の魚がくるくる回ってるのすげー好き。人手の星がねえうねうね動いてるのもいいな。はい、というわけでマーメイドピーチステージも簡単にクリアー。よし、これでだいぶ半分は終わったやろ。かくれんぼもな。よし、じゃあ12体を3つ、36体、忍者助けました。3月6日が僕の誕生日です。はい、というわけで皆さん今回ここまでにしましょうか。プリンセスビーチショータイム完全クリア目指して今頑張ってます。さあ残ってるのは、4回5回そして地下、あとボスラッシュ、こんだけですね。でも動画本数的にもね、1、2、地下1本で収まるかは怪しいですけどね。まああと、ね、数本ぐらいでこのシリーズ完結すると思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いします。はい、それでは終わりましょう。皆さんチャンネル登録した方チャンネル登録、高評価よろしく。また次の動画で。ライダーでした。おつぽよー。